はい、ありがとうございます。株式会社ノックノートのご指示ことご島が発表させていただきます。よろしくお願いします。まず最初に簡単に自己紹介をさせてください。えっ、ー、と、実は僕は、あの、日本でも珍しいプログラミング処理系を作る、えー、研究室出身でして、その知見を活かして、前職のミクシーで、えー、パ,イルファパール5の処理系をスクラッチから書かせていただいたりだとか、あとはですね、えー、その パールの処理系を書いたことによってですね、そのコンパイラーがまあ作れたってことなので、えー、そのコンパイルした結果を LLVM の IR に落としてですね、それをこう iOS で動かしてなんか早い、えー、なんかアプリケーションがパールでも書けますみたいなパールモーションみたいなものを作ったりとかをさせていただいてました。<laughs> だからさっきのあのドキュネオさんの発表とかすごい僕は興味が実はあってですね。まあこの裏のセッションでも、えっと、ジットコンパイラーの話とか、静的解析の話があって、僕は実はそっちに興味があって、今日は参加しないなと思ってたんですけど。<laughs> <laughs> はい。なのであの、多分すごい人気のセッションだと思うので、えっと、こちらのセッションを聞きに行って来てくださった方々、本当にありがとうございます。えっと、その後ですね、えっと、ミクシーっていうことで、まあ SNS のサービスであったり、あとはまあモンスターストライクのゲームの え、開発をしてたんですけど、えー、まあ、両方ですね、サーバーもクライアントもちょっと開発に携わらせていただいていました。えっ、ー、と、そのモンスト関連の、そのマルチプレイのチート対策基盤であるとか、えー、iOS とか Android 用の録画 SDK を作ってみたりとか、あと、今では結構、もうメジャーになりましたけど、その動画撮って、それをこう、ライブで、ストリーミングで流すみたいなやつを、こう、OSS を組み合わせて作る、まあ、配信の基盤、基盤などを作らせていただいていました。 えと、現職は、えー、と、ノックノートというところにいまして、えー、サーバー、クライアント、インフラ、まあ、それぞれ特に、えぇ、ー、隔たりなく、まあ、幅広くやらせていただいているんですけれども、まあ、サーバーだと、じゃあ、その、Go のアプリケーションサーバーをちょっと採用しているので、えー、そのアプリケーションサーバー、 栄養のというか、えーと、データベースの不可分裁ライブラリだったり、えー、キャッシュのライブラリを書いてみたりとか、あとはその発表の中でもちょっと触れたいと思うんですけど、アプリケーションフレームワークをちょっと書いてみたりだとか、ということをさせていただいてました。えー、で弊社はそのゲーム会社なのでゲームを作ってるんですけど、えー、とそのブラウザということで、えー、ゲームエンジンではないんですけれども、まあ使まあ、その似たような使い方で PixieJS っていう JS のライブラリを使わせてもらっています。 で、その VixieJS と、えー、アニメーターさんが書いたアフターエフェクトのアニメーションを、まあ、その VixieJS 上で再生させるっていう、えー、ライブラリとして、まあ、こういう Vixie After Effects っていうものを書かせていただいたり、あとは今日の発表で触れたいと思うんですけれども、えー、通信量をどうやって削減するかっていう、えー、全般の対策であったり、えー、あとはチート対策、あとはそのインゲームのロジックなんかも、ま、いろいろとやらせていただいていました。 で多分ここの会場の中に、えー、ノックノートをご存じの方いらっしゃらないと思うので、えー、と簡単にだけ紹介させていただく,ただくと、えー、2016年6月創業のゲーム会社ですとで SEO の力がなんかすごく弱くてですね、えー、とこれで検索しないで普通に名前だけで検索しちゃうと,、えー、とプログラミング教育事業をやられている会社さんが出てきてしまってですねどっちなやってるんだみたいな感じになっちゃうんですけれどもゲームの方ですと。 で、去年の4月ぐらいに PWA のゲームをリリースしてまして、実はその PWA とゲームっていうその組み合わせだとかなり有名な、えっ、ー、と、最初に頭に思い浮かぶぐらい有名なタイトルを実は開発していったりとかします。<laughs> で、クライアント、サーバー、インフラすべて自社で開発運用していますと。で、運用中のタイトルで使用しているライブラリなどは OSS として積極的に公開して、 行くっていうポリシーなので、えっ、ー、とこのオーガナイゼーションを見ていただければ、なんかどんなことやっているのかっていうことがまあちらっとわかるかなと思っています。はい、では今日のアジェンダです。えっ、ー、とまず最初に、えー、ゲームを作る上で、まあ大大量なそのアセットっていうのは使わないといけないので、えー、それをどうやってその通信量を減らしてアセットを配信していくかっていうその戦略であるとか。 っていう話と、その後、ゲームにつきもののマスターデータをどうやって配信したり管理していくかっていうことを弊社はどうやっているのかっていう話。で最後に、ソースコードとか通信内容が容易に見れてしまうってう、そのブラウザならではの特徴というか、しょうがないところなんですけど、それに向き合ってチート対策をどうやって行っていくかっていう話をしたいと思っています。では、まず、 通信量をできるだけ減らすために、アセット配、のアセット配信方法ということで、えまず PWA って聞くと、えまあくっついて、まあ有名な、そうですね、ものとしてオフライン戦略というのがあると思いますと。で、まあ具体的にはキャッシュ、HTTP のリクエストとかを、こう、キャッシュ API を使って、廊下にキャッシュしておいて、それを使い回すであるとか、 あとはそのアセットの、えー、キャッシュですね。PWA、えー、のアプリとしてホームにそのインストールしたタイミングでそのトリガーを使って、えーまあ、アプリケーションに必要なアセットを一番最初に落としてくると。で起動したときには必要なものが全部あるのでもうすごい早く起動できたりとか、まあ、オフラインで、えー、とアセットを全部、まあ、ローカルにキャッシュしておけば通信が発生しないのでユーザーにもかなり優しい設計になると。 でこういうことを目指して、特にアセットだと、えー、弊社だとそうですね、4万アセットぐらいあってですね、えー、と容量にすると1ギガをもう平気で超えてくると。で、まあ、こういうものを理想的には全部ローカルにダウンロードして、キャッシュしておいて、アセットに対する通信量を極限まで減らしたいって思うんですけれど、現実には、えー、とそんなことができなくてですね、 そのブラウザの仕様の問題で少量しか廊下にキャッシュすることはできない。ですぐに LRU で、えー、っとその容量制限に引っかかるとどん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 古いアクセスしていないものから消えていってしまうとで。特にその問題なのがモバイルサファリで、えー、開発者の方々をいつも悩ませるサファリなんですけどこいつが50メガぐらいしか保存してくれないと。リンク先にちょっと書いてあるんですけども、まあ、この仕様のせいで、まあまあ、どうしたものかと。 で、じゃあ、わかりました。iOS は無理だとしても、Android の Chrome でやったら、まあ、最新技術、えっ、ー、と、使えるはずなので、まあ、これで、えぇ、ーまあ、ローカルに大量のアセットをキャッシュすれば、まあ、少なくとも Android 側は、えー、ユーザー体験よくできるんじゃないか、とか思うんですけれど、えー、Android、Chrome の組み合わせであってもですね、うん この、まあ、えっ、ー、と、実現させようと思うと、えー、キャッシュストレージとか、パーシステントストレージという技術の組み合わせで、えー、大容量アセットのエゾ化をすることになるんですけれど、えー、簡単に技術について触れると、キャッシュストレージはその HTTP のリクエストを送ったときに、そのレスポンスの内容、まあ、フェッチで送ったときに、その内容を廊下ーーにキャッシュしておいて、で、2回目以降はそこの、フェッチ済みのものを、まあ、使って、使うと。で、パーシステントストレージっていうのは、 えー、まあグーグルさんとかが出しているドキュメントにもあるんですけど、まあ、ストレージ永続化の技術で、えーまあ、そのローカルに保存してあるものが LRU で勝手に削除されないようにするっていう、まあ、技術ですねでこの組み合わせを使うと大容量のアセットを、まあ、ずっと永続化することができますとただし現実はストレージ永続化の条件がものすごい複雑で厳しいということが調べると分かりました でストレージ映像化をじゃあ本番投入どうしてもしたいとなったときに、まあ、どうやればいいかっていう話なんですけれどまずこのパーシステントストレージをググるとグーグルは公式に発表しているまあドキュメントがヒットするんですけど実はです、ね、そこに書かれていない複雑な仕様がありますとで。これはその 実際にストレージ永続化を、えー、自分のサービスに投入しようとして、いろいろ試行錯誤をした結果、ありえないような挙動を取ってきたので、えっ、ー、と、Chromium のソースコードを読んで、えー、実際にどういう挙動になっているのかっていうのを、まあ、ソースコードレベルで把握したんですけれど、まあ、その結果ですね、えっ、ー、と、まあ、一度永続化の許可を得たとしても、次また許可されるかはわからないという、えっ、ー、と、もう他のサイトのその永続化の状況次第で、 えっと、一度パーミッションを得られたはずの自分のサイトなのに、また、えー、許可できなくなっちゃうみたいなことが起こるということが分かったと。で、まあ、詳しくはですね、えっ、ー、と、ここのリンク先に書いてあって、まあ、Chrome でストレージ映像化を実現するにはっていうタイトルで、ま、キータに記事を挙げていたりするので、まあ、詳しく知りたい方はそちらを参照していただければなと思います。で、まあ、そのストレージ映像化のために必要な条件がいくつかあって、 えー、ホームスクリーンに追加してくださいとか、えー、ブックマークに登録する必要があるとか、ただし、全体のブックマークの数が5個以内じゃないといけないとか、えー、っと、<laughs> <laughs> <laughs> 厳しいんです。で、プッシュ通知の許可も取らないといけないとか、まあ、どれか一つを満たせばいいんですけど、まあ、そのうちのですね、そのプッシュ通知の許可を取れる、もし前提があるんだったら、実はこのストレージエイザを採用でき、できる可能性があるので、まあ、そこは検討してもいいと思います。 まあこの辺りの話もこのリンクの先に書いてあるのでぜひご参照ください。で、えーとまあ、こういった最新技術を使ってですね、もうきれいにかっこよくダイ、えー、ロールのアセットのキャッシュを実現したいと思ってはいたんですが、まあ、結局のところ、まあ、ちょっと現実的じゃないなという結論に達したので、えーまあ、泥臭くですね、 キャッシュコントロールを対応したりだとか、CDN の自動圧縮対象、自動圧縮してくれないファイル形式を GZIP して配信したりだとかっていう泥臭い対応をして、もうちょっとでも通信量を減らそうっていう方向にシフトしました。どちらもその銀の弾丸ではないんですけども、この後説明するライトハウスってやつのスコアの結果と付き合わせて泥臭く回収していくと、どん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  サイトのパフォーマンスが上がってきますよという感じです。でライトハウスなんですけど、これは Google Chrome のチームが開発しているツールでして、えー、っと、Chrome 使っている方だったら、ディベロッパーツールズの、まあ、オーディッツっていうタブから簡単に実行できますと。例えば、その、これが、えー、っと、ビルダーズコンのサイトに対して、こう、適用させてもらった結果なんですけれど、すごいでもいいですね、スコアが。こう、<laughs> PWA のスコアを こうやって数値でですね可視化してくれるようなまあ挙動を取ってくれてえっとで注目すべきはこの下のこう赤い三角のところらへんでえっとまあもいいスコアなんだけどもうちょっとここを頑張ってくれたらもっと良くなるよみたいなことを教えてくれますとで結構これが優秀でそのまま対応してやればえまあスコアも上がりますしまあユーザー体験も良くなるような もののになっていると思うのでここをこう地道に対応ししていいいくのがいいでしょうとでそのうちの対応の一つでキャッシュコントロール対応ということでまずインデックス HTML とか、えー、と読み込みの起点となるようなファイルはマックージ伸ばすことはできないんですけどもそうじゃなくて、えー、うちの場合だとその4万件とかってあるアセット、えー、全てをマックージ1年にして、えー、長期的なキャッシュを作ると。 で、なんかよくキャッシュコントローラー設定してるけど、マックスエージは、えー、まあ、月にしたりだとか、1週間にしたりだとかっていう対応される方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もっと強気にですね、1年ぐらいキャッシュしちゃって、それでもなんとかなるようにサービスを作った方がいいんじゃないかなっていうのが持論だったりします。で、まあ、こうやって強いキャッシュを作るとですね、その同一のアセットを更新したい時に、必ずそのキャッシュを飛ばさないといけないので、 えー、そのアセットに対するクエリにですね、そのバージョン番号であったり、えー、バージョン、もしこの画像を例えばバージョン管理してるんだったら、そのコミットハッシュとか、ハッシュ値をつけて、まあ、リクエストする必要が出てくると。で、アセットバージョンじゃあどうやって取得しますかっていうことを考えたときに、二、まあ、通りぐらい手段があると思ってまして、一つはアセットパスをまあ性的に決定できる場合。 性的にっていうのは、そのアプリケーションの起点となるインデックス HTML とか、えーとまあ、そこから最初によ読み込むアプリケーションの,の JavaScript のコードとか、でそういうのがビルドして一つにまとめるタイミングで、えー、もう全部その中で使っている画像のバージョンとかがもう性的に分かる場合は、まあ、そのバージョン付きで最初から埋め込んでおけばいいよねっていうやつですね。 でただ、実運用のサービスだと、こういうこともなかなかできないと思うので、実際にはこの動的に組み立てる場合が多いと思います。でそんなときは、バージョン番号を、都度 API サーバーのレスポンスに含んでもらってですね、対象アセットのバージョンをそこからもらってアクセスしたりだとか、 一番最初にアセットパスとバージョンの対応表みたいな1ファイルにまとめたやつを例えば作ったとしてでそれをこう最初にもらってでアセットアクセスするときはそのファイルの中身を見てこのアセットパスだったらバージョン2ですね3ですねっていうことを得るっていう方法があると思いますでうちはこの2番を採用しているっていう感じですねでもう一つは えー、CDN に、うちは AWS をクラウドとして使っているので、えーまあ、S3 とかクラウドフロントっていうのを、えー、静的ファイルの配信に使ってるんですけども、まあ、この CDN で、えーまあ、普通自動圧縮、えー、としてくれる、まあ、テキストであるとか JSON であるとかはしてくれるんですけど、まあ、そうじゃないファイルを GZIP 圧縮してやってみましょうっていう話です。 実はさっきのライトハウスとか実行すると、えっ、ー、と、今回、ここのスライドで説明している M4A とか w e b アセンブリ b のファイルもやってくれよっていうふうに言われて、マジかって感じで対応したっていう経緯もあります。で、S3 にアップロードする際に、えっ、ー、と、コンテン e エンコーディング g z i p っていうヘッダーを、HTTP ヘッダーをつけてアップロードしてやれば、ま、クラウドフロント側で、えっ、ー、と、その、 うねヘッダーが付いているときはもうすでに GZIP 圧縮済みのコンテンツだっていうふうに解釈して自分のところでは特に圧縮だとかっていうことをせずにそのままパススルーしてブラウザーに流してくれると。なのでもうあらかじめ M4A とか w e b a s s e m b のファイルを GZIP 圧縮しておいてでその圧縮済みのものを S3 にこのヘッダー付きで上げておけばまあ何でも GZIP 圧縮済みのものを配信できると。 で続いてマスタターーデをでまずですね、マスターデータを大きくサーバーとクライアントをどっちで管理するかということを考えたいと思いますで。クライアントで管理する場合だと、サーバー側にです、ね、レスポンスサーバー側のレスポンスをより早く返せるようになると、軽く返せるようになると。 なんで,でかというと、その、まあ、サーバーの話でも言うんですけど、えっ、ー、と、レスポンスにマスターデータが含まれるってことは、えー、そのマスターデータを、必要なマスターデータを紐付けたりとかする処理をサーバーがやんなきゃいけないと。でその分遅くなったり、えー、マスターデータをその、泥臭くですね、大量のマスターデータがレスポンスに含まれると、1API あたりのレスポンスが結構重くなっちゃって、えー、ファイルサイズが、あ、じゃね、えー、レスポンスのサイズが大きくなっちゃったりするようなことになってしまうと。で、 クライアントではまあそういったことがないよねっていうところは一つメリットとして挙げられるかなと思っています。で逆にデメリットとしては、えっ、ー、と、アセットのその保存のところでも言ったんですけど、えー、ローカルに保存できる容量に制限があると。で、一番その大きなストレージとして使えるインデックス DB であったとしても、えーまあ、最大50メガラしかモバイルサファリはできませんと。で、ファイルを そうですね。そのインデックスと DB とかを使わずに、例えば独自の SQLite3 みたいなものを使って、なんか自分でなんか DB ファイルを作ってみたいなことをやったとしても、まあ、LRU でですね、もしかしたら消えてしまうかもしれないということを考慮しないといけなかったりすると、まあ、大変だろうと。であとは、その保存しているデータを、えー、と今度もこれまたその Chrome の Dev ツールからですね、簡単に見たりすることができると思うので、まあ、その全部保存してあるマスターデータが まるっと見られちゃうみたいなことがあると困るなっていうところもあるかなと思います。で逆にそのサーバーで管理すると、まあ、メリットとしては、まあ、さっきの逆になるんですけど、まあ、クライアントでやるときのデメリットのいくつかその自分のところでこう管理するっていうところを、まあ、全部そのサーバーのレスポンスに必要な情報が含まれた状態でもらえるのでクライアント的にはすごいシンプルでやりやすいと。 ただし、デメリットとしては、えっ、ー、と、そうですね、サーバー側でそのマスターデータの紐付けをする必要があって、応答性能が悪くなったり、レスポンスが大きくなっちゃったり。で、逆に、まあ、レスポンスに全部含まれてるってことは、まあ、それが読まれてしまうとまずいよねっていうこともあるかなと思います。で、弊社ではどうやっているかというと、えー、さっきのサーバー側の管理を選択していますと。で、まあ、理由としては、 インデックス DB に収まるようなデータ量を扱っているわけでもないしできるだけシンプルに扱いたいなというところからなんですけれどもただ、まあ、レスポンスが遅くなってしまったりとか容量が大きくなってしまうと困るので大量のマスターデータを検索してレスポンスに含めたとしても、まあ、高速かつ軽量になるように工夫してやってみましたとでそれの話をちょっとこれからしたいと思います で、まずそのマスターデータをどうやって高速に検索するかっていう話なんですけども、えっと、マスターデータって、ま、いろんな、その、ストレージ、えっと、保存先があると思うんですよ。で、まずは、MySQL とかデータベースに保存したりだとか、えっと、ま、キャッシュサーバーメ、メムキャッシュとか、レリスっていったキャッシュサーバーに保存するとか。で、一番多分早いのは、アプリケーションサーバーのメモリ上に載せること。っていうことで、えっと、ま、ラピダッシュっていうちょっとライブラリを g の キャッシュライベルを書いてみて、えっ、ー、と、この機能、えー、ライラリの中に、そういったそのデータベースからですね、アプリケーションサーバー起動時に、全部そのマスターデータを吸い上げて、えー、B プラスツリーの構造で、えー、メモリ上に展開するようなものを作って、これでちょっと対応してみたと。で、もう一つは、えー、マスターデータの各テーブル間に、まあ、依存関係があったとして、えー、例えばですね、このワールドっていう、まあ、オブジェクトから、 カントリーズ、まあ、国を引いて、まあ、その国に紐づく、まえー、シティを引いて、でそこに紐づく公園を引くみたいな、あの例えば疑似コードをこうやってチェーンで書いたりしたときに、えー、N たす1問題で、えー、パークになんだ8回ぐらい、えー、クエリが飛んじゃうと、まあ、困るってことがまあよくあると思うんですけど、これをちょっといい感じにですね、えー、とインで、まあ、この例だと、まあ、3回ぐらいのクエリで済むようになるっていう、えー、構造をその え冒頭で述べたそのアプリケーションフレームワーク上でこう勝手にやってくれるみたいな感じでこう実現してえっとそうですね高速検索を実現しましたと。でもう一つはそのどんなに早く引いたとしてもですねそのマスターデータが大きかったらちょっと困るのでそれを間引けるようにする仕組みも一緒に作っていますと。 えっと、スワッカーとか、プロトコルバッファーを経験されている方は、なんとなく分かっていただけると思うんですけれども、えっ、ー、と、API の定義みたいなものを、まあ、こんな感じで YAML に書いてですね、えっ、ー、と、まあ、API のエンドポイントとか、メソッドの,、えー、の種類とか、 を書いて、まあ見ていただきたいとかレスポンスっていうところで、えー、例えば型をこう、ワールドの型を返しますって書いて、まあ、そのままだとワールドに紐づく、えー、オブジェクトとかも全部さっきの例の、えー、とパークまで全部紐づけて返すっていう挙動になって、えー、こうやってインクルードってこういう、まあそうですね、あの、えっ、ー、と、まあシンタックスのもとに、えっ、ー、と、 実際の,そのテーブルの中では、えー、といくつかカラムがあると思うんですけどこの API だと、えー、このカラムは必要だけどこの API だといらないみたいなことは、まあ、結構よくあると思っていますと。で例えばこのワールドを返す API だったら、えー、とカントリーだったら名前しかいらないよねとか街も名前しかいらないよねってなるとオンリーっていうタグにまあネームだけ書きとくと、まあ、そこだけしか出力されないとか でまあ、最終的な公演の情報だったらまあ全部返したいと思うと、まあ、特にそのオンリーでフィルターするみたいなことを書かずにもこうやって宣言的にア a m l で書いておくと,、えー、と自動生成機構で Go のソースコードが生成されて、えー、このワールドの中の Render with Option っていうやつの中がまあ、えー、アプリケーションフレームワークのコードになってるんですけれど、まあ、この中で このオプションの条件を使ってですね、適切に間引きながら e、ER、ーガローディングしていくみたいな挙動になりますと。で、最終的に出力すると JSON が欲しいだけの情報になっていると。で、大事なのは多分この JSON を生成するという機能と、えっと、同時にですね、API ドキュメントもこんな形構造で,で生成しますよということを、ちゃんとクライアントエンジニアさんとも共有することだと思っていて、 まあこの辺りもマークダウンで一緒に同じ構造を生成して、こんな感じだから、クライアントもいい感じに実装してねというコミュニケーションができるようになっていると。でこのフレームワークはですね、9月、早ければ9月ぐらいに公開したいなとかっていうふうに思っています。で続いて、最後にですね、ソースコードとか、通信内容が容易に見れてしまう中でどうやってチート対策を行っていくか。 えっと、まず弊社で行っているそのチート対策をですね、大きく3つのセクションに分けて、えー、と図示してみました。えっ、ー、と、鍵マークがついているところは、後で触れるんですけれども、共通鍵暗号で暗号化済みの部分になっています。で、大きくですね、クライアントアプリケーション、それ自体に暗号化処理を施したりだとか、でそのアプリケーション側から大きく取ってくる、まあ、ものアセッツと、まあ、API に分けたときに、まあ、アセッツ側で え、も、え、なんか対応したりだとか API 側でもなんか対応したりだとかっていうことをざっくりとわか、えっと見ていただければなと思います。で、この中でまずはアセットの取得化から説明していきたいと思います。で大きく3つに分けてまして、えっと、まずはそのアセットを取得するにもその取得のパスっていうものがあると思うんですけど、でこれを難読化しようと。で、 えっと、まあ、リクエストの結果、アセットそれ自体が返ってくるわけなんですが、このうち、ファイル形式やテキストのやつを、えっ、ー、と、こんな感じで暗号化しようだとか、えっ、ー、と、画像だったら、ま、こうしてみよう、みたいな話をしたいと思います。でまず、アセットパスの難読化っていうことで、えー、まず、な、なぜ難読化する必要があるのかっていうと、まあ、もし、そのアセットパスが流水可能で、 ある例えば01ピングっていうアセットをゲームの中で使っているっていうのが、まあ、ユーザーに見えていると、えー、おそらく02がその後来るだろうと簡単に予測がついちゃいますとでこの予測がつく前提だと、えー、公開前のアセットを抜かれてしまうリスクがあるとでもちろんそのデプロイのタイミングを、えー、さそのサービスで必要なアセットが必要なタイミングの直前にすることで、えーまあ、抜かれるっていう のリスクを減らすすことはもちろんんでできるんですけれどもどうしてもですね年末年始とか長期休みの前とかあらかじめデプロイしておいて時限式でこうサービスを提供したいみたいな要求もまなきにしてもあらずなのでまそういう時にアセットが抜かれないようにしたいよねということでアセットパスを何度かしましょうとで対策の例としてはパスの途中に何かしらその推測困難なものを含めると でサーバーから払い出した、例えばハッシュ値なんかを含めると、えー、そのサーバーから払い出されたその瞬間に初めてそのハッシュ値が分かるわけなので、えー、公開前に、えー、抜こうとしてもでき,ないできませんと。ただし、えーと、ローカルにそのブラウザが保存しちゃうと、これもまた、えー、簡単にそのブラウザ、そのデブコンソールから 保存されてるやつを一覧をこう見ることができちゃうので、そこにこう01ピングとか02ピングっていうファイルが残っちゃうと、画像なんだなとか、簡単に分かっちゃうので、それはちょっと困るなっていう場合は、この次のパス全体をハッシュ化するっていう方法を取るといいかなと思います。これはその拡張子もう込みの状態、01ピングだったらもうピングまで全部含めて、それをパスハッシュ化するってことですね。こうすると、もう何の、 画像なのかテキストなのか JSON なのか音楽系のファイルなのかっていうのも全くどのファイルなのかっていうのがパスから分からなくなると。ただ、開発者的な事情だとちょっとこのハッシュ化されたパスを使ってえまあ普段の開発をするっていうのがかなり大変なのでまあこれ何とかしたいと。で、実際に弊社で行っているのは えと、ー、さっき言った二つの合わせ技なんですけれども、そのサーバーから払い出した値を含むパス全体をハッシュ化して、えっ、ー、と、わけわからない文字列を生成していますと。で、そのロジック自体は C プラで書かれていて、えー、この C プラで書かれたロジックを、えー、合成のアセットアップローダーからですね、C5 を経由して呼んでいると。えー、例えば、 えですねその JSON みたいなファイルファイル JSON っていうまあパスだったとしてでこれをアセットアップローダーに食わせるとシープラのハッシュカーアルゴリズムが動いてえなんか謎の文字列が生まれるとでこれを S3 にアップロードしておくっていうのとあとはですねこれをまたクライアント側から引きにいかないといけないのでそっちの方はですね C++ プラで書いたやつをエンスクリプテンを使って Web アセンブリに変換していますと。 でこの WebAssembly をクライアントアプリケーション側から利用して、えー、ファイル JSON が欲しいですってなったら、この WebAssembly のモジュールを通して、えー、同じロジックが動いて、えー、欲しいハッシュパスを入手して、これをクラウドフロント経由で取っていく、取ってくる。みたいな挙動になりますと。で、その、まあ、全部ハッシュ化してしまうと、開発が大変っていうのは、えー、まあ、妥協案なんですけれども、ステージング以上とか、環境を制限することで対応していました。 で、今出てきたエンスクリプテンってやつなんですけれども、えー、C、C プラで書いたコードを JavaScript、まあ、詳しくは JavaScript、ピ JavaScript なんですけど、まあ、その中でアセ s j s っていう、え、やつものを使っていると。っていうものであったり、えっ、ー、と、w e b アセンブリの2つの経路で変換してくれるまあコンパイラーですと。で、弊社ではその、 コンパイルした後のですね、JS のコードとか WebAssembly のコードが、そもそもそのソースコードを人間が読むようにできていないっていう特徴を使って、これをチート対策回りでかなり使っていますと。でまあ、使う上でですね、まあ、C プラから簡単にそのブラウザ API を叩けるライブラリを作ったということで、この libHTML5 みたいなものを作って、えー、XHR とか、まあ、イメージ、 もうなんかそのシープラワーでなんか操作したいみたいになったときに、まあ標準のそのエンスクリプテンのライブラリだとかなり、えー、そうブラウザの API を叩くのは難しいんですけども、めんどくさいんですけど、その辺をまあいい感じにですね、やってくれるっていうのを作って、まあこれでやっていますと。で、もう一つはその生成された後のウェブアセンブリ b には、まあいくつかそのまま本番にで使うには問題がありまして、例えばどんなに ちっちゃいプログラムであっても、えー、ブラウザに読み込ませると必ず一番最初に16メガバイトのメモリを、えー、アロケートしちゃうとか、あとは、えーとまあ、そもそもファイルサイズがちょっと大きくなっちゃってますとか、っていう問題があって、あとはですね、w e b ェブアセンブリ y を、えー、対応しているそのブラウザっていうのが、えー、と今でこそ まあ、ほとんどのブラウザ対応してくれるって出るわけなんですけれども、ちょっと前だと、えっと、ブラウザのバージョンによってはですね、古いバージョンだと、えぇ、w e b a s s e が動かなかったりとか、えっと、Safari の特定のバージョン、確か11系だったと思うんですけど、だと、それまで動いてたのに11系になったら途端に動かなくなるとかですね、まあそういうブラウザ側のバグのせいで、えぇ、w e b a s s e が動かないみたいなことにも遭遇しちゃうと。 ということで、WebAssembly だけだと、えーまあ、それ一辺倒しかないと、まあ、困っちゃうことがあるので、えー、それをこう JavaScript 側、ASM.js、えー、を使った JavaScript の方も両方生成しておいてですね、えー、WebAssembly が使えないときはそっちにフォールバックして、えー、JavaScript 側をこう採用するみたいなこととかをまあしているんですけれど、そのあたりをこういい感じにやってくれる。 やつをこう、わすむっていうリポジトリに、まあ、閉じ込めています。で、このあたりはですね、キータにこんなタイトルであげてるので、えー、あとでもしご興味があれば参照していただきたいと思います。で、ちょっと間がいたんですけども、続いてその CDN からテキストファイルをこう、返すときに暗号化して返そうという話です、ね、えー、っと、まあ、大きくは C プラで、またこれも書くんですけど、共通鍵暗号方式を使っています。 で暗号化は先ほど同様ですね、Go で書かれたアセットアップローダーを経由して行っていて、複合の方は同様にエンスクリプテンで Web アセンブリーにしたモジュールを通して行うという流れになっています。続いて画像の暗号化なんですけれど。 例えばですね、これもまたちょっとビルダーズコンのえとデブコンソールの結果をこうキャプチャーさせていただいたんですけども、この画像欲しいみたいな、可愛いって思って、簡単にこう、プレビューを見ながらですね、画像の結果を見て、ああ、これ欲しいなと思ってダウンロードされちゃうってことが起きますと。で、例えばゲームだと、ゲーム画面それ自体のスクショとか、 あとはキャンバス使ってたらそのキャンバスのキャプチャーっていうのがまあ機能としてあるのでそれを使われて画面全体をこうキャプチャーされて画像化されたりするのはまあしょうがないので許容するとしてえこのオリジナルの公開像ーの画像とかを抜かれたくないっていうま要求の時にまあやってみたらいいんじゃないかなっていうお話をしたいと思います でまあ、画像をそのままダウンロードしてくるときはこんな感じでパスが出るんですけどそうじゃなくてデータ URI スキームを使ったとしても、えーっとまあ、そのベース64の文字列がバッとこのデブコンソールに出ちゃうのでそのままだと、まあ、その文字列をコピペされるとダメですとでなんでこういうことが起こるかっていうと HTML イメージエレメントを作ってです、ね、そこの URL とかに設定したりすると、まあ、それをトリガーにして、まあ、こうやってツールがですよ表示してしまうと で、なんとかこの HTML イメージエレメントを経由せずに、えー、画像を表示する方法がないものかっていうことで、えっ、ー、と、WebGL のですね、レンダリングコンテキストっていう、えー、ところに紐づいてる、テクストイメージツイディブっていう、えっ、ー、と、まあ、画像の、えっ、ー、と、まあ、GPU にアップロードする API なわけですけども、えっ、ー、と、使うと。 で、この引数にはですね、HTML イメージエレメントとか、まあ、HTML キャンバスエレメントっていうのももちろん渡せるんですけども、その渡せる中になんとイメージビットマップも渡すことができると。で、これをうまく使ってですね、まあ、もともと暗号化されていた画像データを、今度は XHR で直接こう取得してきて、で、JavaScript のブラウザ上で複合して、 で、その複合したバイナリのバイト列をそのまんまイメージビットマップの構造体に変換して、で、GL テクス t i m a g 2D にこいつを渡してあげると。やると、えっ、ー、と、いきなりイメージエレメントを経由せずに、えー、ブラウザ上に表示することができるようになります。ただですね、まあ、イメージビットマップって、まあ横かけた、高さかける、えー、RGB だったりするので、まあすごいそのメモリを食ってしまうと。 なので、このブラウス、その一つのページ上で複数枚同時に出したいな、と画像を出したいなっていうときは、このメモリ管理に注意してあげる必要があります。で、続いてアセットが終わったので、えー、API の方の一区間に入ります。でざっくりとリクエストとレスポンスに分けて説明していこうと思うんですけれど。 まずはリクエストの方は、えっ、ー、と、これもですね、もう慣れたと思うんですけども、シ、えー、C、プラで書いて、えー、共通鍵暗号方式で暗号化とか複合をやっています。で、今度は暗号化の方はエンスクリプテンで行って、えっ、ー、と、w e b アセンブリー化したモジュール経由でやりますと。で、複合は、えっ、ー、と、これを自作したんですけども、エンジン X のモジュールを作って、 HTTP プロキシモジュールってご存知の方いらっしゃると思うんですけど、これの代わりに使えるようなやつで、えーとまあ、送られてきたリクエストの中身を読んで、まあ、その複合をした後に、その結果を使って、アプリケーションサーバーにリバースプロキシするみたいなモジュールになっていますと。えーとまあ、暗号化するところはですね、例えばそのゲットの、えー、それはユーザーズ1みたいなリクエストが最初にあったときに、えー、とそのままだと まあこのリクエスト、どこにリクエストしてるかとか、そのどんな中身が返ってきたかっていうのが、デブコンソールに全部出ちゃうので、これは嫌だなということで、えっと、この文字列自体、http の,の文字列自体をヘッダーを含めて全部ですね、これを暗号化して、で、その暗号化した結果をポストのスラーのえーとボディの中に全部含めると。 で、そこをすると何が起こるかっていうと、えっ、ー、と、デブツールから見ると、全部同じエンドポイントにポストで投げてて、えっ、ー、と、わけわかんないバイナリーがなんか送ってるなっていうことしかわからないと。で、今度、レスポンスの方なんですけども、まあ、さっきの逆ということで、えっ、ー、と、Go のアプリケーションサーバー上で、えー、今度暗号化しますと。えっ、ー、と、 そうです、ね、C プラで書いたロジックを暗号化して、C 5ー経由でアプリケーションサーバーから利用しますと。で、ここで補足することがあるとすれば、えっと、C プラでその返したい JSON をそのまま暗号化してしまうとですね、まあ、そのバイナリーになるわけですけども、そのバイナリーを、えー、例えば GZIP 圧縮して返したいとなったときに圧縮効率がすごい悪いと。なので、実はその最初に、 えー、アプリケーションサーバー上で生成した JSON を一回、えー、GZIP 圧縮、アプリケーションサーバーの上でというか、この C プラのロジックの上でやって、で、その圧縮されたやつを暗号、さらには被せた暗号化して、えー、分からなくして、それをこう、えー、返してると。で、実はなんで、えっ、ー、と、ブラウザー側で動いてるこのエンスクリプテンで変換したやつは、えっ、ー、と、自分のところで、まずその複合して、 バイナリー解いた後に自分のところで GZIP 圧縮を展開しているっていうことになってますと。で、このパフォーマンスが多分気になると思うんですけれど、えー、と、ここの辺は、えー、と検証した結果、も全然問題なかったということで、このスキームを使ってやってますと。えー、と、最後にアプリケーションコードの比得化っていうことで、えー、まあ3つほど、えー、今まで説明してきた、まあその いろいろ秘得化のある、えー、アルゴリズムであるとか、鍵っていうのを、まあその、それ自体が抜かれてしまうと意味ないので、えー、それ自体を何とか守ってみよう。っていう方法と、Windows、えー、JSON とかですの、えー、グローバルな API を外からフックされてしまうとですね、まあ、良くないことが起こると。でこれを守りたい。であとは、えー、と最後に、えー、ゲームの中で一番その重要なロジックになっているそのインゲームのロジックみたいなものをどうやって守るか。 といいいう話をしたいと思います、えー、共通鍵暗号の鍵とかロジックをどうやって守るのかということで一番最初はそのアプリケーションコードを隠蔽するということをちょっとやってみましたと,、えー、とこれ、えー、ともしその手元で実行できる方はですねブラウザの Chrome のデブコンソール立ち上げて実際やってみてほしいんですけどもエバルしたコードっていうのはデブツール上に出ませんと えと本当はソースィズのタブの方に出るんですけど、エバルするとまあ特殊な評価になって出ませんと。ただでもそのままだと、普段使っているソースマップとかでこうデバッグするってことができなくなっちゃうので、エバルしたときにこのソース URL ってアノテーションをつけてあげると、そのエバルしたえとテンポラリーなその文字、ソースコードに対してこう名前をつけてあげることができると。 で、まあ、なんで、このエバルしたときに、ソース URL をけると、App.js っていう名前だなって、ブラウザが判断して、判断することまでいいんですけど、このソース URL をつけてしまうことで、ブラウザが良かれと思って、デベロッパーツールズに名前付けてソースコードを表示して,してしまうっていう挙動を取っちゃいますね。で、これをされてしまうと意味がないので、えーまあ、どうやるかっていうと、このソースコードをない状態でエバルするっていうことをやると、なんとこれを誤魔化すことができますと。<laughs> でですね、まあ、その真ん中のコードが、まあ、やりたいこと、ソースコードプラスソース URL の組み合わせなんですけど、えー、Firehawks だと最初に、えー、と評価した、エバルしたソース URL 付きで評価したコードを、えー、とソースイズの方に表示するみたいな挙動を取ったりするやつがあるので、それの対策として、えー、ソースコードなしの状態でエバルすると。で今度は、えーとまあ、クロームとかは、えー、と多分、えー、ソース さ一番最後にエバルしたときのソース URL を採用して、それをソーシーズタブに、えー、表示するみたいなことをするので、それを避けるためにカラ、えー、でもう一度エバルしておくと。で、こういうことをすると,、えー、とデバッグもできるし、えー、ソー u r ズタブに表示されないみたいな、ちょっとダーティーハックっぽいんですけど、こういうことがで,できると。で、もう一つは、えっ、ー、と、 そのさっきエバルしたりしてアプリケーションソースコードをまあツール上からデブツール上から読めなくしたわけですけどもまあそ,のその箇所っていうのを突き止められてしまうと今度はまた困ったことになるのでえとこれをですね難読化するために C プラで書いてエンスクリプテンでコンバートして読みにくくしていますで中ではえと暗号化されているクライアントアプリケーションのソースコードをまるっと XHR で取ってきて えー、C プラのこので書いてるコードの中で複合してで最後にさっき言ったエブアルで挟んでこう評価するみたいなコードを書いているとでここに、えー、とさっきエスクリプテンのスライドで説明したィーメ h t m l 5みたいなものを使うとこの xhr で取得したりとかする部分が結構簡単に書けて、まあ、便利だったりしましたでもう一つは、えーとまあ、グローバルな WindowJSON、えー、と,とか リクエストアニメーションフレームとかを、えー、フックする、えー、攻撃から守ってみ、守りたいと。で、Chrome のローカルオーバーライドっていう機能があって、えー、っとウェブサイトの任意のファイルを、まあ、ローカル上に保存されているものに、まあ、簡単に置き換えることができちゃう機能ですね。でこれができると、まあ、簡単にその既存の処理を置き換えたりとか、えー、この処理追加したいみたいな JS のコードを書いて、えー、その代わりに アップ j s を例えば読み込む代わりにそのソースコード付きのものを読み込ませたりすることがかなりできてしまうと。でこういうことをされると例えば WindowsJSON をフックされるとそのレスポンスの API レスポンスの内容が全部露出するまあこんな形でフックされちゃったりするとダメだしあとリクエストアニメーションフレームをフックされてすごい FPS を落とされるとなんかこうゲームがすごい簡単になっちゃったりとかする危険性がありますと。 でこれをどうやって守るかっていうことなんですけどうちでやってるのはこのアプリケーションまずコードを評価する直前に、えー、API が差し替えられていないかチェックする、えー、コードを入れてますと、えー、例えばその JSON パースだったらトゥーストリングするとですね、まあ、文字列になるわけですけどもしこのパースを置き換えてると結果があのネイティブコード鍵格好みたいな感じじゃなくなるとでこの性質を使って まあこんな感じのガード部分を入れることで、えー、もしネイティブこの右側の結果になっていなければ、まあ、リダウンして評価しないみたいなことができるとで実際にそのイーバルしてアプリケーションコードを評価しているときは、えー、このグローバルの JSON オブジェクトをローカルの JSON、えー、にリファレンスとして入れておいてでそれをこう使い回して評価するとで、えー、エバルした後ですね、えーとまあその 前段でガードして防いだとしても、まあ、そのアプリケーションコード評価後に、えー、JSON のパースを置き換えられちゃうと、まあ、ダメだったりするので、まあ、それを防ぐために新しい JSON オブジェクトを作って、えー、機能は同じそのグローバルのものをこう持たせてあげて、それを WindowJSON の代わりにこう差し替えるみたいなことをすると、えー、攻撃者が JSON を差し替えたとしても、このグローバルの、えー、と差し替え、 こっちで差し替えた後のオブジェクトを差し替えていることになるので、えー、このアプリケーション評価中の JSON にはノータッチになると。で、最後に、えー、インゲームロジックを守るということで、えー、まず、えー、このインゲームのロジックをどこで動かすべきかということを、まあ、考察したいと思います。で、まあ、インゲームというのは、まあ、ゲームの、えー アプリケーションの場合、まあ大きくインゲームとアウトゲームっていう分け方をすることが多いんですけど、まあその遊びのコアになっているような部分のことを表すことが多いと思います。で、この重要な機能をどうやって守るかっていうことで、ロジックをそのチート対策の関連からだと、サーバーで動かした方がまあいいでしょうと。 いうことなんですけども、まあ問題もあって、えー、クライアントエンジニアさんがですね、サーバーのアプリケーションコードを、まあ、技術するっていうハードルの高さが、ね、結構高くてですね、これを超えられないチームが、まあ自分の経験でも多かったなっていう印象がありますと。で、ゲームによっては、えー、種類によってはですね、サーバーの音速度に、まあ、注意してあげる必要があると。で、この辺せいで、このサーバーと毎回通信するせいで UX が悪くなったりとか、そういうことがないようにしないといけないと。 で、弊社でどうやったかっていうことなんですけども、また出てきたこの C++ でインゲームロジックを書いてみましたと。で、この C プラで書くメリットとして、サーバーとクライアントで同じソースコードを共有することができるだろうと。えー、っと、クライアントで、えっとですね、図を話を用いで説明しておくと、まあ、C プラでロジックを書いておいて、クライアント側ではエンスクリプテンを使った w e b アセンブリ b にしてあげて、こいつを使うと。 で、サーバー側では C5 経由でこの C プラのロジックをそのまんま使うと。で、流れとしてはクライアント側で、えー、この WebAssembly 経由で計算した結果を、まあ、使ったアニメーションなりをしている間に裏でサーバー側に同じそのリクエストを投げて、えー、サーバー側で同じ計算をさせてですね、えー、全く同じ結果になるかどうかを付き合わせて、えー、それが、まあ、真だったら、えー そのまま OK で、えー、ダメだったらサーバー側の結果を浸透するというような挙動を取るような流れですね単成のゲームだとそのな1ターン2ターンってスターンが進むたんびにこの、えー、と整合性チェックを行って、えーまあ、そんなに通信の頻度が多くないので、まあ、これでも全然、えー、事足りたっていう事情もありますでゲームの状態っていうのを都度取得する必要があるんですが、まあ、これは Redis を使いました でこのアーキテクチャからの学びなんですけども、えー、とここが困ったことで、えー、とサーバー側で C5 を使った結果、えー、シグナルが発生するとですね、g、まあ、5の使用、まあ、しょうがないんですけども、5からはキャッチすることができないと、まあ、その結果、まあ、SIGSEGV とか s i g ボートが起こると、アプリケーションサーバーごと死にます。えーと <laughs> まあ大量の、えー、と処理をですね、Go のサーバーでしたりするわけなんですけども、まるっと全部道連れで知ります。で、<laughs> えっとですね、まず、もう一つ困ったことに、えっ、ー、と、まあ、同じソースでコードで書いとけば、まあ、挙動も一緒になるだろうって直感的には思ったんですけども、まあ、そうはいかないよねっていうことももちろんあって、えっ、ー、と、シープラで言えば、そのスタンダードのソートとかシャッフルっていうのは、えー、JS と Go で全然違う結果を返したり。 あとはマップはこれはバグなんで単純にソースコードのバグなんですけどもマップのイテレーションをする時にえときにどういう順番で取り出すかっていうのは処理系依存になっちゃうのでまあそういう信頼したコードとかを書くとサーバーとクライアントで違う結果になっちゃうみたいなまあそういう困ったこともありましたでもし今同じことを大体同じことをやるんだったら 実はそのまま c 5で C プラを使うんじゃなくてウェ b アセンブリー化したものを5から直接呼び出す方がいいんじゃないかなとか思っています。で、最後に、えっ、ー、と、まあ、今日いろいろ話したんですけれども、えっ、ー、と、時間の都合でですね、いろいろ間引いたところとかがありまして、まあ、多分この話は聞きたかったみたいなのに、なのに聞けなかったっていう方がいらっしゃると思うので、まあ、その方はですね、えっ、ー、と、後ほど今週会や、まあ、直接聞きに来ていただければなと思いますと。 えとブラウザーゲームで、えー、の領域で攻めた開発をしたい方お待ちしていますということで、えー、と発表を終わらせていただきたいと思いますありがとうございましたはいコッシーさんありがとうございました <laughs> はいでは質問タイムの方を移りたいと思いますので質問ある方挙手をお願いしますで <laughs> じゃあ手前の方からきますかワイヤレスマイクはどこにありますか <laughs> マイクが来るので はい、はいあ素敵な声ありがとうございますと気になったことなんですけど、はい、パスとか暗号化とかをかなり頑張っていると思うんですけど、はいはい、その場合、例えばあの本番環境であの何かあのバグがあってゲームが落ちてユーザーからバグいや何かからバグ報告とかスタックトレースとかが送こられてきたとしてわ、はい、かるんですかそれ そうですねそのパスに関してみれば、えーとまあ、クライアントとサーバーで両方その非可逆な、えー、と変換をしているので、えー、とその変換セットっていうものを、まあ、サーバー側というかその管理側で持っておいて、えー、とこの暗号化パスでなんか問題が起こったとかいう場合は、まあ、そ,そこからその対応表経由で、えー、とサーバーで引いて。 なんか知ったりだとか、<laughs> あとはその暗号化のやつもその管理ツールに、ですねこれ、JS の,の WebAssembly で JavaScript になっているところを利用して、ゲームの管理ツールを Web ブ,ブラウザ上で作ってるんですけれども、そこで同じように使ってあげて、同じロジックで動くので、のこのレスポンスが調子悪い、おかしいってことになったら、その管理ツール経由で複合して、理解したりするようなことをやっています <laughs> なるほど、ありがとうございます。はい はい他質問あるかったそこ方、はいあ、ありがとうございます、あの大変感銘を受けるとと,ともに、はい、あの実装の泥臭さにえ<っ>頭がくらくら通常の開発では、はい、まあ、そうそうここまでやらないだろうなっていうところまでやっていらっしゃる、はい、えのをあの拝見させていただいたんですけれども、はいえー、把握している限り、または差し支えない限りで、えー、実際に攻撃を受けた事例。 あ例えば、受けたけどもうばっちり跳ね返せたとかちょっとやられちゃったとか差し支ええないい範囲で教えていただければ、ね、例えばですけれども、えー、とアプリケーションコードの,その暗号化っていうのは、えー、とサービス当初から入れているものではなくて後から入れた機能なんですけれども、えー、とそれを入れてなかったがゆえに。えーその アセットとか HTTP リクエストの暗号化をしているロジックの部分をまあ例えばそのアプリケーションコードそれ自体をこうえとダウンロードされてしまったりとかすると,えと中身の,その仕組みが分かっていなかったとしてもまあそのロジックをそのまま使われてなんかボットを作られてしまったりとかということが起こってえと困ってた部分もあったので,でそれを対応するっていう意味でえとアプリケーションの暗号化は後から。 はい、入れさせていただいて、それの結果は大丈夫ですね。なんかあんまり攻撃を受けているっていうことはないですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。<laughs> はい。あ、ただですね、えっと、そうですね。アプリケーションをえっと全部そのモノリシックに一つ作って、えっとこれを暗号化するっていう、えー、ことだけではなくて、えっと中でそのダイナミックインポートでいろんなその JS のモジュールをアプリケーションから呼び出してるんですけれども、こっちを ハックしたいっていうユーザーがいるとするとこっちも対応しておかないと,、えー、とそのロードする部分を差し替えられて、えーとそうですね、ダイナミックインポートの先のやつを違うやつをこう読み込まれてハックされるみたいなこともありましたなのでダイナミックインポートは結構便利でやりたいところなんですけども実はそういったリスクもあったりしますとはい、はい、他質問あるか じゃあ、はい、こちらの方、の多分ブラウザで共通規格の、規格化されたものである以上、はい、究極的な防御は不可能だと思ってるんですけど、ええ、例えば、はい、僕はエレクトロンをカスタムビルドしたもので無理やり読んだとか、そういうことをやったことあるんですけど、はい、あのそういう時に、例えばあの、有料のアセットとか、再配布が禁止されているものを、結果として、さ あの究極的に防御不可能な状態で、はい、配布しているとみなされることのリスクが個人的にすごく怖いなと思っていて特にそ、あと一応アセットを発注した先とかに,はになんて言うべきなのかなという,うちょっと一番の質問なんですけどリスクは可能な限り排除しているがリスクはゼロではないということはそうです、ね、言わないといけないのか。はい <え>けどど,どうどうべきかというのが、ね、難しいところですね、そのアセットの発注という意味ですと、一応社内でアセットも全部内製しているっていう事情があって、えー、と対策しないと、まあ、会社的にもそのアセットが取られて困ったことが起こるっていう、その要求ベースに作ったところでもあったので、そこまで大変なことま <laughs> では、なかなか事情としてはこう考慮してないところはありますかね。なるほど、はい あのあと一応あともう一点聞きたかったんですけど、はい、これって IE11 はサポートのスコープに入ってませんません,まませんはい <laughs> 了解ですありがとうございますはい <laughs>、はい、他質問ある方じゃあ僕のピンクの方 <laughs> あ えー、大変勉強になるごご講演ありがとうございましたいろいろ、まあ、あの難読化とかパスをあの隠したりというのも結局最後はこのエンスクリプテンの難読化が最後の肝になってるというか一番重要なポイントになってると思うんですけど、はいはい、これってそんなに読みづらいものなんでしょうかちょっと見たことがなくてですね、えーえーえー、そうですね例えばなんですけどもそのさっきエバルのコードを、えー、とエンスクリプテン使って難読化したっていうお話があって。 をしたんですけれどその例えば中でエバルしてるだろうとかリクエストアニメーションフレームの中フックしてるコードあるかもしれないみたいな見当をつけてグレップした時にですね、まあ、出てこないみたいなところはありますその直接何読かしてるそのソースコードの中で、えー、API を、えー、とその実名でといいますか、まあ、そのままコールしてるような処理じゃなかったりだとかあとは そうですねもともとヒューマンリーダブルにしようっていうものようなものでもないので、えー、使っているんですけれども、まあ、これでもまあどうしても不安,だ不安だっていう方もまあいらっしゃるかもしれないんですけどそういう場合は例えば別にエンスクリプテンじゃな,くなかったとしてもいいと思う,いいと思うんですけれども、まあ、別な難読化のツールを使ってあげるとかするといいのかなと。その逆の逆 えと何度かしたやつをこう元に戻すやつが、えー、と広く知れ渡ってしまうと、まあ、ダメだとは思うんですけれども、うん、まあそうでない限りにおいては、まあ、いろんな選択肢があるのかなとは思っていますす、はい、ありがとうございますはい、はい、他質問ある方いらっしゃいますかじゃあ後ろの方。 えっと、面白い質問ありがとう、あっ、質問じゃな、えー、っと発表ありがとうございました。はい。質問も面白かったです。で、えー、っと、お聞きしたい、すごくテクニカルなことを聞いちゃうんですけど、はい、さっき、あの、えー、っと、エムスクリプテンの持っている HT、えー、っと、DOM 操作ライブラリーが、はいはい、いけてないので、自分たちで作ったというふうにおっしゃってましたけど、あの結構、HTML5.h ってよくできてるなと、僕は思っているんですがああ<ー>なんか、例えば、はい、ここがいけてなかったから、 そういうい理由を少し聞かせていただけると助かりますそエンスクリプテンのバインディングの API を経由して、まあ、いろいろブラウザの API を叩く機能は網羅、まあ、されていると思うんですけれど例えばその、えー、とイメージのオンロードでシ、えーなんか C プラ側でこう定義した API にコールバックしてきてです、ね、なんかオンロードの、えーふえー、処理をこう書きたいだとか。うんうん た場合であるとかは、まあ、エイスクリプトて結構その関数系の倍にが弱かったりであるとか、あとはその直接、例えばイメージの要素に対して何かその、えー、ハンドラを設定したりだとか、API を触りたいんだけども、イメージっていう、えー オブジェクトだけではその外に API としては出ていないといいますかまあ汎用的な作りになっているのでそこをこうリテラルで渡してなんかイメージオブジェクトを作ってみたいなことをしないといけないっていうのをえとまあ面倒くさいなと感じて、はい、もう少し直感的に C プラのシンタクスっぽく書けるようなやつでちょっと書きたいなという事情から作った次第ですありがとうございます、はい、あとももう一点聞いてもいいてですか。かはい えとさっき、例えばグローバルの変数を例えばプロクシーとかでアップされるのを防ぎたいとかおっしゃってましたけど、はいはい、例えばウェバアセンブリの、えー、とロード、はい、のところとかも守ったりとかかされてるんですちょっと説明がすみませんちょっと悪かったかもしれないんですけどもここのフックする処理、えー、結局、そのフックを 検出して弾いたりするようなガード説とかをこの C プラの中で入れてるんですけれどもえとこいつはですね Web アセンブリーもの経路も用意してたんですけども実質運用で使ってるのは ASM.js の方の JavaScript の方で動いてましてえとそうですね課題感として実は Web アセンブリーで変換したやつの方が読みやすいんじゃないかとか。 っていうような課題感をちょっと個人的に思っていて本当に隠したいところは実はこの JS の方が意外と効果が高いのかなとか思ってますあ、それはなかなかすごい面白いです <laughs> ありがとうございますはい。